はようございます、お待たせをいたしました。恐縮でございます。本日は私から2点まずは報告がございます。1点目でありますけれども、海の宝水産女子の元気プロジェクトの立ち上げについてでございます。すでに皆さんご承知の通りであろうかと思いますが、農林水産省におきまして、漁業水産業の分野におけるですね、女性の存在感を高め、女性にとって働きやすい漁業水産業の現場改革や仕事選びの対象として、漁業水産業の魅力向上を後押しするプロジェクトを新たに立ち上げることといたしました。このプロジェクトでありますけれども、漁業水産業の各分野の現場で活躍されている女性の方々が日々の生活や仕事の中で培った知恵をさまざまな企業等の技術、ノウハウ、アイデア等と結びつけ、新たな商品サービスや情報を創造し、社会全体に発信していくことを目的とするものでございます。このプロジェクトは皆様にですね、親しまれるものとして普及させるために先般名称の公募を行ったところ、約21件の応募がございました。その中から農業水産業に従事する女性等の投票によるご意見を踏まえまして、選定を行った結果、海の宝水産女子の元気プロジェクトと名称を決定したところでございます。今後は11月に本プロジェクトを正式に立ち上げる予定としておりますけれども、このプロジェクトの推進によりまして、女性の活躍の場がさらに広がっていくことを期待をいたしております。詳細につきましては後ほどプレスリリースいたします。2点目でありますけれども、新ジャスマーク決定についてでございます。今般生産製造や管理の方法に特色がある農林水産品に表示する新たなジャスマークのデザインを9月4日から9月30日まで行って一般投票の結果によりまして決定をいたしました。新ジャスマーク、今掲載をいたしましたけれども、はこの熟成ハムや地鶏肉など高付加価値やこだわりのある規格に対応したもので、国内外にその商品が製造業者に際立った特徴があることを訴えることができるデザインを国民の皆さんに選んでいただきました。詳細につきましては、この後プレスリリースをお願いします。私からは以上になります。幹事社北海道新聞工藤です。よろしくお願いします。はい、どうぞ。日米の貿易交渉についてお聞きします。米国政府が議会への通知を行ったことで、年明けにも本格協議に入る見通しとなりましたが、改めて農水省の対応方針を教えてください。この貿易協定でありますけれども、米国時間の10月の16日に米国通商代表部による我が国との貿易協定交渉開始に向けた議会通知が実施されたことは承知をいたしております。これは米国政府による米国国内の手続きでありますので、その内容についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、日米物品貿易協定の交渉に先立ってですね、日米首脳間で米国側がこの農林水産品について過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの状況内容が最大限だという、今日までもご説明してまいりましたけれども、この日本側の立場を尊重することについて文書で確認した意義は極めて私は大きなものと考えているところでございます。さらに我が国の農林水産業の維持発展を旨として関係省庁と連携して交渉に臨んでいくという考えに何ら変わりはございません。もう一点、昨日伊佐早湾を大臣に就任されてから初めて視察されたと思いますが、大臣のご所感をお願いします。はい、昨日ですね、伊佐早湾を視察をさせていただきまして、関係の皆さんと
いろいろと意見交換をしてまいりました。今回の出張におきましては、まず諫早湾干拓地の農業者がですね、大変意欲的に営農に取り組まれているということを実感をさせていただきました。生産法人の方から現地でお話をお伺いいたしましたけれども、大変素晴らしい野菜を中心として、素晴らしい生産をされておりまして、それが全国的に、私の地元の北海道にまでそれが流通しているということも初めて伺わせていただきましたし、またグローバルギャップの認証を取得をして、香港をはじめとするですね、アジア方面にも輸出をされている、そういったお話もお伺いをさせていただいたところであります。このさらに使用受け堤防による不可使用や洪水の防止などのですね、事業の防災効果が地域住民の方々から高く評価されているということも伺わせていただきましたし、関係者が安心して農業や生活ができる環境を整えることが重要だということを感じさせていただきました。また有明海を会長から、山口佐賀県知事とともにですね、視察をさせていただきました。漁業の状況というものを十分に拝見を、さらには説明も受けさせていただきまして、地元の方々からですね、お話もお伺いをさせていただきました。この有明海の再生というのが大変大きな課題でありますので、一刻も早くこの再生ができますようにしっかりと取り組みをいたしたいと考えております。さらに開門請求訴訟の原告の方々ともお会いをさせていただきまして、開門問題に関して直接ご意見を伺うことができました。この今後ともですね、関係者の皆様のご意見を伺いながら、開門問題の解決や有明の再生に向けて引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。幹事社からは以上です。各社どうぞ。大臣よろしいですか。はい、どうぞ。日本農業新聞の記者と申します。先日財務省の財政政策方針委員会がですね、農政分野に対して提言を行ったと思うんですけれども、中華管理機構の協力金の見直しと、狩猟用米の助成水準の引き下げを提言したかと思うんですけれども、これを受けて、この見直しを進める、議論があるかと思うんですけれども、受け止めをお願いします。農水省はですね、現在、そういったことも受けまして、この土地中間管理機構につきましては、5年度見直しということをこれから積極的に進めていきたいと思いますし、与党内の議論というものもしっかりとお願いをしているところでもございます。これを現在ですね、この農地世代交代の企業を盛り上げるための地域の話し合いの活性化、これは人の地プラン等でありますけれども、さらに気候事業の手続きの簡素化とかですね、他の農地集積手法の見直しなどの今検討するしていると申し上げましたけれども、そういったことを実際にも検討を初めているところでございます。この財政審においてですね、気候集積協力金について人の地プランとの連携を強める等の提案がなされたものと私受け止めておりますけれども、こうした論点も含めまして、担い手に対する農地の集積集約をどのように促進するかといった観点から、さらに検討を進めていく必要があるのではないでしょうか。財政審の関連で狩猟用米についても、狩猟用米ですね、これはですね、狩猟用米の、に
関しましては、財政審において支援に関してですね、多種品種への支援について数量払い、とかですね、多種品種の導入に対する支援の両方があることをどう考えるかということだと思います。でこの数量払いにおける標準単種値につきましては、単種向上のインセンティブが十分働くような水準になっているか検証する必要があるのではないか、そういった論点がですね、財務省から示されたことは承知をいたしております。で農林水産省といたしましては、この30年度年産からの米政策改革の定着を図るためにも、水田活用の直接支払い交付金による支援を安定的に実施していくことが必要であると考えておりまして、こうした考えのもとですね、31年度予算編成過程等において財務省としっかりまた議論をしていかなければならないと思っております。おはようございますか。よろしいですか。ジャスマグについてなんですけれども、はい、非常に日本らしいデザインかと思うんですが、はい、もう輸出の拡大を含めてどういったふうにこのジャスマグ新しいものを使って促進していきたいか、お聞かせいただきます。ジャスマグご評価をいただきました、ありがとうございました。ジャスマグをですね、しっかりとこのマークをですね、特色をアピールできる新たなジャスマークだと思っておりますので、このジャスマークがつく食品がたくさん出てくることを私はもちろん望んでおりますし、さらにこのマークを最大限お使いをいただいてですね、輸出にもつなげていきたいなと思っております。で先ほど冒頭に私申し上げましたけれども、熟成ハムですとか地鶏肉など高付加価値等ですね、こだわりのあるこの企画に対応したものでございますので、さらにですね、国内外に向けてその商品や製造業者に際立った特徴があることを伝えてまいりたい。このデザインを通じてですね、さらにそういったことも伝えていく必要があるんだろうなと考えています。ぜひご利用していただけるようにという思いでもございます。なんですか、東京は一番最多得票だったという理解でよろしいでしょうか。その中身については私が申し上げているということを差し控えさせていただきたいと思いますが、いろいろ当初は投票といろんなことを加味して、はい、基本的に判断されました。詳細につきましては後ほどプレスリリースさせていただきたいと思いますので、投票がどうであったかということについては私は今私の立場としては控えさせていただければと思います。もう一方です。片山地方創生担当大臣が国税庁に対する地域疑惑を出ていますけれども、これに関して必要としている所感をお願いいたします。その件に関して私は特にございません。ぜひ、所感が全く違う大臣でございますので、それぞれお聞きをいただければと思っております。大臣すみません。はい、アメリカの物品貿易協定の関係で、パーリー文部長官がですね、改めて TPP 以上の内容を求める発言をしたという報道があるんですけれども、その報道は承知をいたしておりますけれども、私どもといたしましては、過去のですね、経済連携協定で約束したこの市場アクセスの状況内容が、最大限であるという日本文化の立場というものはすでに首脳間でも尊重されておりますので、そういった方向性でこれから
進めてられていくものだろうと、そういうふうに思っています。市農林水産省としては、しっかりとですね、このことを遵守していただくような、まあ、そういったことを求めていくということになるのではないでしょう。